日本でのアウトドアリビングの一例ドイツのアウトドアリビングを持つ家をもやから離れた庭の一角にあずま屋風の小さなリビングを設置したオーストラリアの例日本の住宅事情でも視線を遮るアイテムの設置でアウトドアリビングを可能とした例アウトドアリビングとは今と隣接した庭やバルコニーなど今同様に生活空間として利用できるスペースまた そのスペースを室内と一体化して活用すること。自然との一体感が得られ、屋内スペースだけではできない、バーベキューパーティーなど多目的な楽しみ方ができる、いわば屋根のない部屋。生活の質が向上するにつれ、住まいを単に最低限の生活するだけの空間としてだけではなく、積極的に自宅に居いながら多様に楽しむ生活スタイルが提唱され、好まれる傾向が生まれた。 アウトドアブームの延長線上で、特に都市型住宅などでは、キャンプ道具を外に持ち出さすことなく、大きなベランダや屋上を設置することで日常、空間の中でも自然が体感でき、日々の暮らしを楽しくするというコンセプトが提唱されるようになった。2階にリビングを設置して一部を屋根のない半屋外空間とすることで、都市部の競争地であっても、外部の視線を気にせずに、 アウトドア的な生活を実現した例も増えている。また、2015年のリクルート住まい研究所の調査では、若い世代ほど家は、家族の思い出を刻むものだという意識が強くなっている、こと、手軽にアウトドアを楽しめるグッズ類、SNS 配する、愛らしい、アウトドアグッズの増加もこうした傾向を後押ししている。また、室内とは異なりテレビなどがないため、 食事や会話を楽しむ空間として、家族団らんが必然的に発生したり、特別な時間を味わうこともできるほか、日暮れ以降は、ライティングの工夫により、日々の疲れを癒す空間としての利用も可能となる。日本では、古くより、日本独自の風土や、気候の影響から、湿気や夏の暑さ対策のため家屋の作りが外に、向かい開放的に作られ、深い軒の下には、 内でも外でもない中間スペースとして、縁側が設けられ、そこで四季の景観や移ろいを積極的に楽しむと、同時に来客や近所の人たちとの交流スペースにもなっていたため、ごく自然に受け入れられた。出店、アウトドアリビングを構成する要素としてはまず、独立した庭空間であれば、周囲の視線を遮る目的と、室内側から見た場合の庭空間との違和感のない、 コーディネートの壁の設定が必要となる。庭空間に誘う床面の設定も必要で、主に滞在するエリアを庭のメインテラスとして設定するとともに、部屋から繋がるウッドデッキやタイルテラスなどで誘導し、離れた場所には月圏内やあずま屋などを設ける。さらにガーデンファニチャーの設置、滞在させるためのガーデンチェアや食事やカフェタイムを楽しむためのテーブルや椅子も、 必要となる。また、視覚的楽しみを満足させるために、衣装性の高いものや強い色彩のものを、フォーカルポイントとして採用することもある。その他、アウトドアライフを楽しむためのアイテムとして、バーベキューグリル、ピザ用、キッチン、衣装性の高い律水栓なども好まれる。夏場の暑さや日差しを防ぐアイテムとしては、パラソル、パーゴラ、シェードなどがある。 精神的安らぎや季節の変化を楽しむため、あるいは強い日差しを遮る目的で食事も重要である。特に夏場の強い日差しと冬場には逆に最高を増やす調整を司る樹木として落葉樹の高木が最適である。夏場の照り返しやヒートアイランド現象の防止には芝生、和風の庭では苔の植栽なども採用される。水盤や池。いて 最近では、プールなども、水面の揺らぎや光の反射による意外な効果が、日中だけではなく、夜には、照明を行うことで期待できる。その他、水の流れる音や視覚に訴える壁線や床高の変化をつけるためのフラワーボックスの設置なども、行われる。出展、ありがとうございます。